回はこちらの龍谷大学でお口と食のシニア向け健康講座が開催されるということなんです。さらに龍谷大学の学生さんが考案されたお弁当もあるということなので行ってみましょう。長寿政策課地域包括ケア推進室の原田さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。なぜ今回この講座を開こうと思われたんでしょうか。はい、最近では新型コロナウイルス感染症により外出自粛を長時間していただいてましたので、足腰が弱られたり要介護状態に近づく虚弱な状態、いわゆるフレイルなんですけれども、そういった状態になることを心配しております。大津市では高齢者が健康を維持していただくために食べることをテーマにした健康講座をさせていただくことになっています。しっかり噛んでいただくことで認知症予防にもつながっていきます。食べることで姿勢にも関係してきますので、正しい姿勢のポイントやそれから簡単な体操の紹介もさせていただきます。そして栄養面ではバランスのいい食事や高齢者に不足しがちなタンパク質の必要性についてお伝えする内容となっています。普段の食事でもすごく意識できるポイントがたくさんありそうですね。そうですね、はい。では龍谷大学の前田さんと宇田垣さんにお話をお伺いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回のコラボメニューをされるきっかけって何かあったんですか。祖父母が会える距離に住んでることもあって、衰えが心配だったので何か力になりたいなって思って事業参加を決意しました。では実際にはどんなメニューを考えられたんですか。私たちは6品考案させていただいたんですけど、高齢者に大切なフレイルを予防するためのタンパク質が取れる6品となっています。赤こんにゃくも滋賀県の食材ですし、お豆もタンパク質が取れるので入れさせていただきましたし、あと高齢者の方は和風の味付けが好きだと思うのでそこも意識して作りました。調理する上でどういう風に漬け込んだら柔らかく仕上がるかとか、焼き方とかをすごいこだわりましたね。平和堂さんの調理の過程で使える食材であったりとか調理方法であったりとか、いろいろそういうところも考えないといけなくって、まあ、いい経験になったなっていうふうにはすごい思います。今回のように誰かのことを思ってレシピを作ったりとか、そういうことはすごい活かせるなと思っているのでありがたい機会でした。私たちのやつ平和堂で売ってると思うんですけど、 QR コードがついててそこでレシピを見込んでいただけるので、それをご家庭でも作って真似していただけたらなというふうに思っています。タンパク質を取るっていう意識づけにつなげたいなと思ってずっとレシピを考案してきたので、ちょっと一工夫してみるっていうのを意識してもらえたらいいなっていうふうに思ってます。特に体操ですね、日頃しないから参考になってしようと思いますけど、はい、今日もこうして体操のね、口のこう動かした方教えていただいたし、実践していこうかなと思う。このね、ひじきは特に私は美味しかったです。はい、すごく美味しかったです。美味しいです。平和堂に売ってるんだったら買いに行こうかしら思いました。学生さんの考えたお料理本当に美味しかったです。ひかるくん、お口と食が大切だっていうこと本当によく分かったね。皆さんも健康のためにお口と食について考えてみてくださいね。